注意、この動画には以下の成分が含まれています。それでもいいよって方はゆっくりしていってね。はぁ、暇ねえ。せっかく最近ハマってるアークナイツをやろうとしてもスタミナがないからできないし、どうしようかしら。そういう時にはゆっくり解説がおすすめです。来たわね。スタミナ回復を待っている間に何か一つ聞いていきませんか。じゃあそうしようかしらね。というわけで今回解説するモビルスーツはこちらです。ジェノアス2、地球連邦軍の量産型モビルスーツ。ジェノアスカスタムを量産機として正式採用した機体で、カラーリングがアリンストン基地に配備されていたジェノアスと同じ白と赤の配色になっている以外にジェノアスカスタムとの見た目の違いはなく、頭部の高感度センサーとブレードアンテナも同じものを採用しています。ほう、ついにウルフの機体が誰でも乗れるようになるのね。装甲はガンダムエイジ1と同等の防御力にまで改良されていて、敵のビームバルカンくらいなら大したダメージにはなりません。ハイブスラスターにも改良が加えられ、ウルフクラスの操縦技術がなければ扱えなかった操縦性も以前より高まり、一般兵でも扱えるようになっています。主な活躍、第2部より連邦軍の主力機として各地に配備されています。後継機であるアデルが登場してからも本機を好んで使用するパイロットも多く、長い間使われ続けました。普通後継機が出たらその前の機体は大体使われなくなるのに、すごいわね。第2部1話ではスペースコロニートルビアに襲撃してきた米軍のドラドと交戦して頭部と右手を破壊されてしまいますが、敵の左足を掴んで足かせとなり、アセムアスノのガンダムエイジ1の窮地を救っています。量産機の維持といったところかしら。ビッグリング攻防戦でもフリットアスノの作戦に従ってアデルやシャルドールカイトともに連携攻撃でマジシャンズ8のゼダス M を完全に抑え込む活躍を見せました。おお、それはすごいわね。また3部ではロストローラン防衛戦、4部ではラグラミス攻防戦にも少数ながら投入され戦争末期まで運用されています。もうそこまで来たらアデルマーク2とかに乗り換えた方がいいと思うけどね。機動戦士ガンダムエイジ、追憶の使徒、主なパイロットはラーガンドレイス。宇宙海賊ビシディアンを討伐するためにラーガンが登場しています。ビシディアンのエースパイロットのイービック・ランブロの G サイフォスを相手に勝利し、シドの砲撃をかわすなどの活躍を見せています。全く知らない人物と機体が出てきたわね。まあアニメとかには出てきてないですからね。メモリーオブエデン、冒頭の戦闘シーンで爆投ビームアックスで溶断しています。武装、ドッツガン、本気の私兵装、ガンダムエイジ1ノーマルのドッツライフルを元にして作られており、高い威力を持ちます。ビームサーベル、接近専用の武装、シールドの裏側に1本マウントされています。シールド、防御用の装備、主に左腕に装着されています。ビームアックス、 MOE で装備しています。未使用時はバックパックに装備されています。まあ基本的な武装ね。関連機体、ジェノアス2ディーバカラー、ジェノアス2のディーバ配備機、ジェノアスカスタム、変形機、ジェノアス、従来機、ジェノアスオーカスタム、カスタム機。立体物は HG があります。次に解説するモビルスーツはこちら、シャルドール海、地球連邦軍の量産型モビルスーツ。軍が正式採用したシャルドールに改修を加えた機体であり、片具やバックパック等が変更され基本性能が向上しています。また変形機よりも白く塗装された箇所が増えています。こっちの配色の方が色にメリハリがあっていいわね。ベースとなったシャルドールは真っ当な工房がカスタムベースの素体として独自開発した機体であり、軍は正式採用する際、原型機に用意されている多数の使用サンプルの中から特に秀でていたものを採用しています。これ以外にも種類があったってことね。その影響からか、変更部分等を中心に機体の一部に同じくシャルドールをベースとする G エグデスに似た衣装が散見できます。これほぼ G エグデスじゃない？米ガンとの戦争においてはアデル、ジェノアス2と並んで主力量産機として軍を支え、特に民間から臨時登用されたパイロットたちからの人気を博した機体となっています。もともと民間の機体だからなんでしょうね。主な活躍、初出作品、第16話から登場し、主力機の1機としてジェノアス2、アデルと共に実戦投入されています。アセム編は量産機が多いわね。スペースコロニートルビアでは2機が襲撃してきた米ガンのドラドと交戦しましたが撃破されています。また連邦軍の量産機では唯一ディーバに搭載されておらず、その上作中で名前付きのパイロットが登場していないため、短期での目立った活躍はほとんどありません。こんなにかっこいいのにちょっともったいないわね。作中は機応変3世代編も含めてもっぱらのやられ役であり、移動だにせず射撃しているところを撃ち抜かれる場面が目立ちました。エイジは結構量産機が活躍してるシーンがあるのに不憫ね。機応変、ロストローラン基地に配備されている姿が確認できます。3世代編、ラグラミス攻防戦に数機が投入されています。武装、ビームバルカン、側頭部に左右一対に門内蔵された牽制用の武装、ドッツガン、本気の私兵装、シャルドールから引き続き採用されている武装で、ジェノアス2にも採用されています。ビームサーベル、背部に1本マウントしています。マウントラックはかなり珍しい構造になっており、普段はグリップごと折りたたまれています。またラックの器具は回転する仕組みになっていて、使用する際には左右どちらの手でも引き抜けるようになっています。これはかなり画期的な機能じゃない？シールド、防御用の装備、シャルドールと同じものが採用されています。メガランチャー、機体の前後をも凌駕する巨大ビーム砲、戦艦を一撃で沈めるだけの威力を誇ります。発射の際は片足をアームにかけます。
シャルドール M が装備していたものとの性能的な差異は不明。ラブラミス攻防戦でこれを装備した機体が確認されています。かなりごついわね。関連機体、シャルドール、ベース機、シャルドールローグ、宇宙海賊ビシディアンによって海賊仕様に買い収された機体、シャルドールスカウト、米軍の見えざる火災の対抗手段として開発された威力偵察型、一体物は HG があります。以上で解説を終わりますが、いかがでしたか、昨夜さん。そうねー、どっちの機体も性能や操縦性は順当に上がってるし、良いモビルスーツだと思うわ。今回の解説はこれで終わりですが、もし面白いと思ったらチャンネル登録や高評価、ベルマークの通知もしていただけると嬉しいです。高コメントとかで解説の感想、こんな機体を解説してほしいとかあったら教えてほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。